さんこんにちは、森有です。アシスタントがいきなり家に来たんですと、実はドンペリを買ってきまして。え、本当に？はい。なんで？なんで？いや、売ってて。ドンペリが売ってて。ドンペリって売ってないの？ドンペリを買ってきました。え、なに？私に？はい。やばっ。なんで？だからなんで？なんで？いや、特に意味はないんですけど、買ったんですよね。え、どういうこと？え、嬉しい。ありがとう。え、なに？え、本当に重いじゃん。え、結構さ、ガチかよって思ったけど、結構本当に重いよ。結構重たいですよ。マジで？開けていいのこれ？はい。やばっ。久しぶりにお家に呼ばれたんで。いや、呼んでないからね、まずそもそもね。顔映してないんですよ、いつも映してないから。とりあえず私のサングラスをしてるんだけど、なんで来たのかわからなかったけど、でもドンペリ、ドンペリなのこれ。まあ、開けてみてくださいよ。え、頑丈じゃない？ドンペリってさ、こんな頑丈なの？え、こんなパケなの？ドンペリって。何も喋んねえじゃん。ここはお楽しみで。ハサミでいいのこれ？ハサミ？ハサミで。お楽しみ。これ何ドンペリ買ってきたの？これは多分赤じゃないですか。赤ドンペリ。え、多分赤って何？多分。え、待って、超頑丈。マジで頑丈じゃん。でもさ、何万とかでしょドンペリって。2万2000円ですね。高っ。なんでそんなん買ってきたの？2万2000円のドンペリです。なんで？本当になんで？お酒を。本当に酒入ってる。マジじゃん。え、待って。え、本当に？え、これドンペリじゃなくない？え、これドンペリじゃなくない？あれ、全然、あれ。え、全然ドンペリじゃなくないこれ。全然なんか見た目が。いや、まず酒だけどさ、多分果実酒ってなってる。よし、白ですね。白だよね。え、ドンペリ、ドンペリは？え、なんでドンペリ？え、何今の2万2000円のドンペリって。マジでベイフランソワブリュット。いくらで買った？2万2000円で買ってきたの？実は2000円で買ったんですよ。全然違うじゃん。ドンペリだって。いや、酒大好きなんで嬉しいんですけど、ありがとうございます。これは価格が2000円から2999円ですね。ああ、まあまあまあ、損はしてないんじゃないですか。まあ値段は相応な、まあ、ちょっと高いかなみたいな。ちょっと、あ、でも得はしてるじゃん。まあ得は、あ、得はしてる。なんでドンペリって言ったの？いや、なんかドンペリって言った方がテンション上がるかなと思って。テンションめっちゃ上がってたよ。上がってたよ。ドンペリ飲んだことないもん。だってドンペリのピンクとかさ、ピンクだから私かなと思ってちょっと期待をしてたんで、これ俺もピンクだから、あ、ちょっとドンペリのピンクかなとか思って。これ何の番組？でもありがとう、本当に。なんかドンペリじゃなかったけど、うん、ベイフランソはいただきました、いきなり。え、なんでこれ。これはあれですから、あのアシスタント企画として、これはドンペリもらったっつってあげるから。もう苦情来るよ、ドンペリじゃないやんっつって。次こそはって何よ。どういうことなの次こそはって。ネタバラシしましょうか。ネタバラシ。何？それはね、ちょっと思ったんだよね。と、実はこの袋はね、ちょっと思ったけど、ビルマンでしょ、ビレッジヴァンガードで、うん、買って、何も、え、書いてある？取られた？表情がつかめないからわかんないんだけど、何？取られちゃった？1950円プラス税で売ってました。あー、じゃあやっぱり、え、何？普通にお酒を買ってきたってこと？どうなってんの？で、中身が何が入ってるかわからなくて、うん、あ、そういうこと？で、もしかしたらどんぺりが入ってるよっていうやつです。あ、そういうことか。あ、だからドンペリって言ったのね。はい。あ、じゃあ嘘はついてない、ね、嘘はついてないです。で、中がこれっていう。あ、まあ、まあ、高げなお酒だった。なお酒で、まあ損はしてないんだったら、まあ損はしてないかな、まあ、みたいな。いいっすよ、こういっぱい
そのこれが置いてある中で5本入ってるよっていうのが書いてありました。はい。ほうほうほう。で厳選してきたんだ。厳選してこれを買ったら、うん、このワインが当たるっていう。ちょっと開けてみます。開けるこれ。シューとかなるやつじゃないこれ。いやうまくやれば。ガチで開けてるじゃん。怖いな。プシュッとはなんない本当に。怖い。なったじゃん。あ、でもあ、うまいわ。